伏見宮の明王1月26日隊は、日本の旧皇族。伏見みはか義王第一王子。第26代伏見宮家みやけ当主。1947年の皇籍離脱後の氏名は、伏見弘明。日本文化振興会総裁。新日本美術院総裁。国際学士院総裁。モービル石油顧問。第125代天皇、秋人の三重系であり。 第126代天皇徳人の三十王子にあたる。1932年1月26日午後2時27分、伏見宮邸において、広義王と広吉王妃調子の第一男子として誕生。小七夜の2月1日に広明と命名された。1938年10月19日に、父宮の広義王が皇居。さらに、 第二次世界大戦後間もない1946年8月16日に祖父、伏見宮博康王が皇居したことに伴い、14歳の若さで伏見宮を継承する。連合国軍占領下において、1947年10月14日に他の皇族と共に親戚降下した。幼少からの親友離宮と共に、やがて米国留学を熱望するようになった。 アメリカマサチューセッツ工科大学に留学し、帰国後、モービル石油に入社。現在は、同社の顧問を務める。2001年に、日本文化振興会の第5大総裁に就任。受賞式では、功績離脱後、一般人の広明だが、かつて皇族だったことを踏まえて、敬意を示され、殿下と呼ばれた。それ以降、周りの者からは、殿下付けされている。男子がいないため、 伏見の宮家は、第25代当主である広明の代で着流が断絶する見込み。ただし、おじ家長広信に、皇籍離脱に、断系の子孫がいる。伏見広明に関するカテゴリー、ありがとうございます。